4番の目を務めさせていただきます戦争ワンダです。よろしくお願いします。このバンドはですね、なんだっけ、あ、そうだ、学祭じゃない、合宿が終わった後、なんか10月の企画がなんかもうちょい申し込めるよみたいになって、なんかやりたいなと思って、シュートバンドをやってみたいと思って誘ったらなんか乗ってくれて、じゃああと誰やるかみたいなって、2年2人と1年2人がいいよねみたいになって、でなんかルナとね、戸口翔太を誘いました。本当ありがとうございます。去年この10月企画は自分は先輩と出て、ワッショイさんと小野和さんで出たのか、そう、すごい動画見てて懐かしいなって思ってて、エモベジオアルフェンスよりいやー楽しいですね、ライブ。やっぱ久しぶりに何かオルフェ出てすごい楽しいです。次も結構なんかみんな盛り上がれる曲だと思っているので、よろしくお願いします。
なんですけど、あれ1分ないんですよ。あの57秒とかしかなくて、めっちゃ短いなと思って。まあ、もう一回？ちょっとそれは無理だよ。それちょっと体力持たないよ。ちょっとこの前自分の出てた企画のやつをみんななんか見てて、なんかずっと。自分3ピースしかやってなくて、4人でオルフェ乗るっていうのがなんか初めてで、なんか両脇に人がいるっていうのがすごい違和感っていうか、いつもそっち立ってるから横見ると大体扉なんですよ。なんかいいっすね。なんかちょっと多い人数で、なんか一人増えるだけでもね、まあ楽しいですね。すごい楽しい、楽しいよ。みんななんか喋って。こんにちは。
じゃあもう早いですが、次の曲で最後です。ありがとうございました。走って
ありがとうございます。もう本当に終わりです。